はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、千葉さんを書いていきたいと思います。千葉さんは記録さんがリクエストくださいました。リクエスト本当にありがとうございます。カラプチメンバーの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。まず輪郭ですね、顔くと書いて、で帽子を斜めに上げていきます。でここからだいたい真ん中よりちょっと右寄りっていう感じですね。で帽子を上げていって。繋がってくる形でここ斜めに上げていきます。で頭がくるくると、まあ、多分こういう感じで、でこっからほっぺたまたくっと出していきます。で大体この真ん中ぐらいのところに目を描いていきます。黒い丸で描いてくるくるくるっていきます。で眉毛をちょっと離したところに、で右目も黒い丸で描いて、で眉毛グイ、でちょうどこの顔の真ん中ぐらいのところに口をグイッと上げて。で左右にほっぺをくるくると丸く描いておきましょう。で帽子のカエルの目ですね、くるくるとちょっとここを四角めに描きます。で中の瞳は丸く、でこの角っこにくるくるっと円を描いて、ちょっとで大きくしていきます。で右目もキャップの縁のところからくるくるっと、でこれを二重にします。でこっちに円を作ってチュッと、ここを黒くします。で帽子のカエルのほっぺがこの目の下ぐらいのところに、でこっちも目のこの下ぐらいのところにくるくるくるっとほっぺをかけます。でちょうどこの真ん中降りてきたところからパーカーのフードをグイッと外に出していきます。で下ろしてグイッと戻して、でここに腹紐がグイッと出ます。でここちょっと線が重なっているだけします。でこっちは右腕を上げていくので、こっちはちょっと上にグイーンと斜めに上がっていきます。でフードを斜めに下ろして、ここも重なってるのを消します。で右腕を上げていきます。で手をと上げて、でパーカーの裾ですね、裾をちょっとポコッとさせてくるくるくる、で左手をチュッ
とこっちも出してこっちの裾をちょっとここ寄せます。で左手ぴょでパンツがストッパーシューッと出てきて足ぴょこっちのパンツが出てきて、ちょっとだけここが一番見えるで、パンツに水玉を描いていきましょう。最後にコントローラーですね。ちょっと下をポコッとさせて、でグニッと入れて、でこっちもちょっとポコッとさせて、ここにパーツが1個ついて、でグニッとこっちとつなげて、ここにもパーツをつけます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。